そこは真実だと思って、姉に対する、まあ、犯罪行為ですよね、これに関しては確定しますけど、それ以外に関しては、まあ、一応人から聞いた話ですけども、まあやってんじゃないのかな。そこについてはやっぱり維新の会として、しっかりと、馬場さん本人はなかなか言いづらいでしょうから、維新の会としてしっかりと調査をして発表することを強く強く望みます。でこれ、まあ、日本維新の会の馬場代表のによる、まあ、公職選挙法違反というものの指摘をさせていただいておりますが、どういう状況だったのかっていうのをちょっと詳細を述べていきます。今年の7月の4日、大阪府の堺市西区ですね、馬場さんの選挙区であります大阪17区のお寿司屋さんです。でこのお寿司屋さんは私もよく行きます、 姉とね。で、馬場代表もですねそこにはよく行くそうです。で、7月の4日に、まあ、どちらが先に店にいたかちょっとごめんなさい確認しなかったですけども、私の姉がご飯を食べているところに馬場さんが来られて、まあ、立花さんのお姉さんですよっていうようなことを、まあ、お店の大将に教えてもらって、で馬場さんの方から、まあ、お父さん、まあ、頭いいですよねみたいな話で話をしたと。で、まあ、2人自体は学校は違うんですけど同じ同級生でもあるので、いろいろと、まあ、いわゆる世間話をした中で、まあ、お姉さんいっぱいどうぞというところで、まあ、お酒をいっぱいご馳走になったと。でそのお代はこっちにつけといてっていうことで、馬場さんの方がうちの姉の飲食代というか、まあ、お酒代を、まあ、ご馳走したというか負担したと。でこれはもちろん事実であればっていう前提なんですけども、公職選挙法違反ですね、いわゆる買収行為です。有権者に、お金や物を配ったり、当然お酒を振る舞うというのはダメなので、細かいことかもしれません。皆さんさてどうなんでしょう。これは警察が動くような案件ではないような気はします。おそらく数百円の飲み物お酒をですね、おごったぐらいで警察は動かないと思いますが、僕もこれが犯罪で取り締まるべきものだとはそもそも思ってません。ただ維新の会の代表の馬場さん自身が領収書を透明化しろとかねやってるわけですけど、維新の関係者に聞いたら馬場さんはそういう領収書入れのお金いっぱい持ってるわけですよ。いわゆる自民党と同じで政務活動費って言って、年間34億円もらえる政党助成金の中から馬場さんの個人名で、お金がもらえるっていうものです。でそれは政治家に許されてるお金なんですが、それを使うときに地元の有権者、自分の選挙出てる有権者に物を送ったりとか、そういうサービスの提供、まあ、お酒をおごったりするのは当然禁止されてるということで、あとはもうこれ皆さんの、有権者の皆さんの判断でしょうね。僕は先ほどの会見でも言いましたけども、まあ、これを日本の新聞やテレビ局が大きく取り上げるとはちょっと思えないんですけども、ただ馬場さんに対して、あるいは維新の会の藤田幹事長に対してですね、 NHK 党の立花さんがこんなこと言ってますよ、立花さんのお姉さんが、馬場さんの選挙区で、寿司屋でたまたま会った時にお酒いっぱいご馳走しますって言ったことについて、これ維新の会は厳しいとこですからね。仮にうちの党でやったら、僕だったら許しますけどね、次からやらないようにとか、ごめんなさいをした上で許しますけどね、その何か処分しようとはないです。もし警察がそれで処分するんだったら当然法の裁きに従えばいいってなりますが、やっぱり犯罪といえども程度があるじゃないですか。スピード違反をね、50キロ制限のところを60キロで走ってて、それでもう捕まえろっていうつもりは僕もないです。で、お酒をおごっちゃいけないけども一杯ぐらいまあいいじゃんっていう考え方です、僕はね。でもそれが、人によっては違うでしょ。そんなの、禁止されてる行為なんだから、それはおごられた立花さんのお姉さんからしたらたった一杯かもしれないけども、いろんな有権者にそれをやってたら何十杯何百杯ってお金が、それも税金から、いわゆる政党助成金が原資でおごられているってなればですね、これ大問題と思う人もいるわけですよね。で特に維新の会は
その辺厳しいのでですね、ぜひこの点については選挙が近いということで、我々は今のところ候補者出しません。別に維新の票が減ったところで NHK 党が有利になるわけではありません。ただあまりにもね、これは足立康さんが忍びない、これはもう僕は正義とかじゃなくて、やっぱり人として足立さんに対するやり方はそれはやっぱりむちゃくちゃですよ。馬場さんがやっておられることは、足立さんが今党員資格が止まって、でその止まった理由も違法でも何でもないですよ。今言ったようなお酒をごちそうしたとかそんなんじゃないんですよ。ただこれは音喜多くんの公職選挙違反でしょ。こんなことをやってたら音喜多くんを応援している党の関係者とか秘書の人が一緒に捕まってしまうかもしれないから、そういったことはやめようよってすごい真っ当なことを言ったんですよ。真っ当なことを言った足立さんが党員資格停止で、そしてそこに無所属で出ようとしている足立さんのところに維新の党の公認の資格を落とそうとしているわけですよね。これってそこに正義なんかありますか？ただの支援でしょ。ただ馬場さんがなんか自分と選挙で代表選戦った足立さんが嫌だから、もうここで足立さんを維新の会から追い出そうとする、そこに僕は正義は何一つないと思いますよ。だからこそ、まあ正直足立さんにさっき話をしてきました、直接行ってね。で、そういうことを他にもしてるようです、馬場さんはね。つまり怒っちゃいけない人にお金、まあ怒ってるっていうことです。これは疑惑ですので、ここにつら私のあれについてはもう間違いなくあれが嘘をつく必要性もないし、そのお寿司屋さん僕もよく行ってるので、十分あり得る話だと思っているので、そこは真実だと思って、あれに対するまあ犯罪行為ですよね、これに関しては確定しますけど、それ以外に関してはまあ一応人から聞いた話ですけども、まあやってんじゃないのかな。そこについてはやっぱり維新の会として、しっかりと、馬場さん本人はなかなか言いづらいでしょうから、維新の会としてしっかりと調査をして発表することを強く強く望みます。でこれをメディアの皆さんが報道されないのかな、一応情報は回してますけども、まあそれが日本の今のメディアの実態ということであります。皆さんも一緒に。